皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年3月の16日、12時1分、まあ、先ほど動画を撮影してアップロードしているところなんですけど、まあ、そちらも目を通していただいて、佳子様へのメッセージなんですけども、まあ、手話に関して、まあ、昔から私も疑問を持っています。以前の動画でも言いましたけども、筆談ですね、文字を覚える方が先なので、手話というものはやっぱり役立たないですね。その、ろう話障害、云々の名誉なんとかということになってますけども、集まってる人たち見たら分かります。全員ご老体。少なくともカメラに映ってる範囲ですよ。で、席ガラガラ。どう考えてもそうですよ。耳聞こえない人ですよね。で、手話ってそんなにバリエーションがない。やっぱり文字。見えるんだったら文字。だからテレビで騙されたんですよ、みんな、結局。星の金貨っていうドラマが昔あって、まあ、感動できるような話なんですけども、曲もね、今考えたら、青いウサギっていうのも、本当に存在するかって言ったら、存在しないじゃないですか。騙されたんじゃないですか、みんな。本当に必要か必要じゃないかで物事を判別しなきゃならないんでしょうけど、良い話くっつけられたら、みんなそれは本当はね、その耳の不自由な人にとって手話って重要かと勘違いするじゃないですか。だからもう手話もいらないですね、その世界。外交も手話なんかで外交なんかしない。絶対文書書類で証拠を残す。それしなかったらもう話めちゃくちゃになりますから。それだけでも大変なのに。その書類確認を思い返しなきゃならなくなったりしたら。なあ、まあ、昔から僕は二十歳ぐらいの頃から国会議員の人たちがおっしゃってたんですけども、外交の幅を広げると、もう手に負えなくなるっていうことですね。だから何かの話を聞いて、こうすればいいって思ってそうしてるんです。しょうけども、完全に抜けてしまっているのがエネルギーの残存量問題の解決とか、そういうことで、今もさっき、まあ、暇撮影していて、外から何か僕に向かってごちゃごちゃ言ってくる人間がいました。男性ね。だからもうこの地域一帯がそうなってるから、とにかく僕を、その赤坂御所へ連れて帰るっていう意味でね、まず僕の家に来ると。ただそれは引っ越しプラスだから、家の中で何がいるものなのか、何がいらないものかっていうもの。判別しないからね。やっぱりこうやって席出るでしょ。一回、その安藤桃、とぼけていましたけどね、本には。安藤桃とか言ってますけども、どうせ本名じゃない、名前で報道ステーションに出ていた安藤桃本人だから顔とか変わっていたとしても、周りの男3人から顔を作ってもらってもらって、で歩いてるんだと思いますけども、結局この地域のどっか近辺の人間なんじゃないですか、本当は、出身地。が、この辺の地域の建物を借りているのか。で、そのうちも、東京がメインの人間なのか、こちらの近辺、関西の方のメインの人間なのか、もう分かんなくなってる。で、その後その男たちと何してたかとか知らないんですよ。で、歩いていくところを見ると、オートバックスの方に向かって歩いて行っていましたから、そこのね、有馬警察署のすぐ隣の、そのオートバックスの近くでね、僕は男4人を見殴られてるんですよ。だからそこに何か誘導しようとしてるようにも見えるんですよ。あそこの踏切を渡らなくても、ここの僕の家の前のね、そのまままっすぐ歩いていって、まあ、踏切を渡るっていう方もあるでしょうし、北進清和台のものであればね、藤原台の北町でも同じですよ。そのまま有馬警察署の方に行くんだったら分かりますけども、電話して確認しました。来てないって。その後ね。これぐらい話めちゃくちゃですからね、この世の中。なんかもう同じこと何回も言ってるような気がします。で、もう、まあ今日は、その今までアップロードした内容、重要な内容多いんで、世界全体に関わってくる内容でね、で、そういったものを各地がしっかりと確認すること、何か盗まれたものがうんぬんがあって、そういうところばっかりに食いついている人たち、もう全然大したことない。13.1 番。
コロナウイルスについてとか、まあその辺のところの内容とか、まあ全体的な概要を書いてるようなところをしっかりと見て確認して覚えれてる人、そういう人じゃなかったら世の中はまともに動かせないんですよ。で、誰がそうならなきゃならないかって言ったら、16歳以上の人間全員。なぜかっていうと、高校1年生の頃から社会に出て働けますから。それまでにそうなってもらわなかったのになんです。子役いらない。必要がない。そもそものところで。まあ、今まで作ってきたドラマとかありますからね。積み上がってるし、みんなはみんな全部目通してないでしょ。そもそも題名もよくわからないし、検索ワードは。有料番組の方行っても検索ワード打ち込まなかったらわからなくなるから、同じですよ。そんなたくさん作ってて見る時間の方が追いつかない、全員。で、まあ、あとは、そんなに話し相手うんぬんとか喋りたいとか意見を言いたいとか、それは文章でできますから、メールとかでね。そのエネルギーの残存の問題、まあ自分の家の近くの人とね、歩いて何か話しに行くんだったら分かりますけど、そこで話すはなしです。その人の家の中で話したらいいですから。まあそれぐらい簡単な世の中なので、しっかりと、まあ、皆さん対応しましょう。で、そのスポーツ関係の名誉総裁早く降りてくださいね、各自全員。それがあるからスポーツ業界が変に発展してしまう。もう部活動だけで十分ですよ。その名誉総裁、こいつの人が名誉総裁だから僕は野球部に入ったわけじゃないし、ほとんどの人間 99% 以上の人間は絶対そうですよ。距離感感じますから、子供の頃そんなに偉い人って、大体子供の頃とか大人になっても働きっぱなしの時もそうですけども、天皇陛下という存在を僕でも忘れてました。世の中そんなもんなんですよ。そんなにたくさん覚えられない。シンプル化して余計な法律いっぱい減らした方がいい。軽犯罪法でも、その労働の義務みたいな内容のものあるでしょ、あれいらない。それを軽犯罪って一体何考えてんのって。第二次世界大戦の頃、仕事と称して戦争に駆り出したかったからの法律だから、これはもう警察官の人たち覚えといてくださいね。以上です。